っていきまーす。意外とうまそうでしょ。まあ、シーズン終わりでロール週間ということで。おもろかったね、WCS ね。SKT-T1 を応援したくなるよね、やっぱり負けた側はね。そうなの、どっち勝つと思ってました？ DRX っていう方に知ってる人が一人しかいないから SKT-T1 が勝つと思ってたよ。あ、T1 か。あ、デフトしか知らないもん。T1 のサポートがやばいね。くっそうまいね。はっきり言ってなんか全員が上手すぎて誰が上手いのか分かんなくなってたけど、その中でも群を抜いてたけど、マジでやばい。あのサポートはちょっとテンションが上がる。俺も上手すぎるわ。ラックスの試合はマジビビった。ちょっとラックスの試合異次元だったね。いやね、ラックスでね、ボットフラッシュ、急フラッシュでね、縦に2人スネアしたシーンがあったんだよね。美容室で声出たってや。えっ、久々になんかロル観戦でめっちゃ楽しいなと思えたわ。素晴らしかったね。あとね、ロルついにゲーム性としては完成したんだなっての感じた。なんか試合始まる前のお互いの得意なチャンプ発表会みたいなのあったんだけど、 ADC のなんか得意チャンプがマジで分かれてたよね。デフトの方がエズとかケイトとかか。で、グマヨシだっけ、あっちがなんかちょっとカイサとか。なんかメタが一個に絞られてないで、いろんな ADC を使う二人、さ、タイプが分かれてる ADC 二人が決勝にいるっていう。ゲームとして面白いよね。だ、一時期のね、ロルンの大会マジおもろなくったんだよね。本当に面白くなくて。シーズン7とかかな。一生ミッドに黄金の。何がおもろいの、そのロルっていう。同じキャラばっかりでさ。それが終わってなんか単純に見てておもろいなって感じるわ。ミニオンが出撃しました。これ野草論について考えたんだよ。例えばケイトリンだったりしたら、いいプレーをしたっていうラインが90点なんだよね。闇から逃れよう。でも野草っていいプレーをするっていうだけだとただの70点なんだよ。1試合で1回は絶対にウェルプレイを出さないと、ヤスオってのは。でもね他のジャンプと違うのは、1試合に1回アウトレプレイを出すと110点になる。それがこのジャンプの中毒性だね。普通のジャンプはいかないんだよ。そんなに普通のジャンプじゃ到達できないところに行けるんだよね、ヤスオって。でも普通にやってたら普通のジャンプ以下なの。だからしびれちゃうよね。だから人は野草するんだよね、楽しい。ナイス。うぜえよ、帰れよ、お前。うぜえ。ダメだ、帰れなかった。ディオンハードスタックしてるやつが一番嫌いなんだよ。ふざけんな、ディオンハードスタック。ハードスタック。秩序の求むるは仲間ではない。奴隷よ。いやあ！いやあ！いやあ！マジかよ！何すると？敵を倒しました。マジかよ！エコートップガン。敵を倒しました。おい、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。敵を倒しました。あ、やりがった。敵のキリングスプリーン。あ、ミスった。敵を倒しました。ボットマジでいいね。ボット素晴らしいじゃん。
懸念サポートなんだな。セジ待っとけ、セジ待っとけ、セジ待っとけ、落ち着け、全然勝てるから待っとけ。ルシアン回らなくなってきてる。オッケー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 。一度昇竜拳。いや動けん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 。敵を倒しました。美味しい。これはマジで熱になるね。これはいい熱になるね。そんなに、そんなに何に怒ってんのか。ずっと全然活躍してる。ドラゴン取れてるじゃん今の。なんか綺麗なさドラゴン、俺たち綺麗にとってなんでそんな耐えてんのよ。いいプレーだったじゃん。みんながみんながいいプレーやってるのは。ナイスプレーだっつってんの。フラッシュ切ったんだぞ、敵。何が勘に触ってんのか分かんない。おら、あーなるほど、了解。わかった、了解。長い長いんだよ、一応ここまで来んの。遠いんだからね、遠出なんだよ。すごい長い道のりを歩いてきたんだよ俺は。そりゃオスバイや。強いよ、俺の方が強い今日な。水上攻撃で投げやがった。あーそっちか。ナイスルド、あー素晴らしい、ナイスルド。いや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 、お前ってやつは引き裂かれてこそ真の強さが生まれる。いや強っ、これは強いわ。いやーそれフラッシュアウトもうめえな。てか俺が柔らかいねこれ、どちらかというと。ぶつかった。おい、ケネン守ってあげて、ケネン守ってあげて、ケネン守ってあげて。うわー、それ回復阻害入ってねえな。うわっ、わった、オーケー。チビア、チビアダメージ、リバリバス、リバリバス、リバリバス、リバース。やる、いや間に合わねえ。トラコビナイス、あぶねえ、ナイス。あーその入りはうめえなー。よし、ナイス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 。本当はあらゆる方向に流れる。あなたのチャンピオン倒されました。マジで強え。あ、いや空かなんだよなそれ。
れやーばやーばやーばやーべ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 ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってくれフルでかい。混沌の道は。うわっと。シャットダウン。おしえ、おしえ、おしえ、おしえ。まもなく敵のインヒビターが復活します。真の悪魔を創造する。ギリトとか間もなく敵のインヒビターが復活します。オーケー、ドラゴン、ドラゴン、ドラゴン、一回ドラゴン行こう。ドラゴン、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 エンド、エンド、エンド、待て、俺にもう石がない、俺にもう石がない、石がなさすぎる。ちょっと待って、怖い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 、もうないだ。あ、怖い、怖い、やめて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 。オッケー、ナイス。味方がインヒビターを破壊しました。任せろ、任せろ、任せろ、任せろ。アンスタッパブル。オッケー。ありがとう、マジでマジでありがとう。本当に味方のおかげ、本当に味方のおかげ。懸念様、懸念様、懸念様。かかってこいよ、スナイプども。雑魚が。俺に勝ってみろよ。D4、P1 ぐらいの君たちが俺を止められるはずないんだから、チャレンジしてこいって言ってんだよ。関数、関数、関数さんたち。バナにしよう。ヤソバンしとこう。ヤソってジャンプしよう。敵に使われてもらう。